良い子のみんな、俺たちポンポーズ。今日はみんなに住宅用警報器、略して住警器の点検について説明するぜ。おお、そろそろ火災のシーズンだもんでな。住警器とはこれだ。そう、これが住警器。住警器の義務設置から10年が経過し、10年以上使用した場合は機器の交換が必要なんだ。点検は1年に2回実施。必ず点検してくれよな。使用している機器によってはボタンを押すタイプや紐を引っ張るタイプもあるから、よく確認してくれ。これで家庭の平和は保たれたな。間違いないな。それじゃあみんな、俺たちポンポーズ。